何者じゃ。そんな不届きなことをするやつは。この米は一体誰が仕切っておる。この展開は予想できなかったな。心は姫様。遠路はるばるご苦労じゃったな。よくぞ米のことを伝えてくれた。じい、わしは一度都に帰るぞ。ですがおひい様、カムヒツキ様の勅命はいかがなされるのですか。もちろんそれは分かっておる。しかし心輪はわしにとって無二の友じゃ。ダチがよ。直に問いたださねば。ダチが困ってんだよ。そうでございますな。だ、困っ、やらかしてんだよダチがよ。裏からこっそり入って、お、用だけを済ませ。へえ、いいんや。すぐにここに帰るとお約束いただけますかな。いや、ダメやろ。止めてくれるか。すぐ戻ると誓うぞ。ということなんじゃが。はあ。手引きをしてくれるそうですじゃ。備えが整い次第、セモリ神にお申し付けください。心輪に裏切られてたら、俺もうこの物語で心を許せる相手一人もおらんねんけど。いや、いやすぎるでしょ。でもちょっと待って、俺今これ今日の分のこの分の米のこれがあって、セモリンどこ、あ、セモリンここ、ちょっと待っててもらっていいですか。ちょっとどうにかしなきゃいけなくて、ごめんね。今年の分のアマホホみんな楽しみにしてるからごめんね。めちゃめちゃ気まずいわ。これからは都と交易ができますぞ。交易をなされたいときはこの玉にお申し付けを。ほう、交易には米が入り、交換した品は翌日この島に届く。へえ。お、ほんまや、キュウリ、生姜、ネギ、塩、砂糖、ごま、味噌、醤油、油、白。おー、あ、いいなこれ。農書、害虫全巻。農書、雑草全巻。稲の病全巻。ディアゴスティーニか何かかこれ。ちょ、欲しい。あー、あと塩が手に入んのか。塩ありがてえな。塩と、まあ、あと、カッパの感謝でキュウリも買うとこか。いやー。いや、セモリンも食べて。気まずいやん、外で待たして中で飯食うの。なしたら食わねえんやや。トリッコ苦手。あ、そうなの。このようなうまい肉を食えんとはなんともったいない。味付けも良いのだぞ。試してもみぬのか。ごめんなして、嫌い。苦手は苦手だから。そっか、ゆいちゃん、剣枠あるもんな。ともぐいやもんな、これな。ん？あ、ゆいはねえ。あ、今、ゆいはねえって、なんか、余計なこと言おうとしたんか。ほらほら、幼子を怯えさせるでない。ありかったっちゃ。おいよ。かいまるは気づいてんねやろな、多分。今のはカイマルが何か言いかけたのをユイに止められたのか。お主は能敵でよいの。よし、来たぞ。キュウリ、塩、シュロ、キヌ。よし、で、はさがけは終わったので、これは回収したいんですけども、まあ夜にやるか。カッパに感謝のキュウリ届けようと思ったのに、カッパどこにいるのか全然わからへんな。神様、なんか、何か作りすかや。シュロが手に入ったから、クバガサが作れるぞ。シロが全然足りへんわ。そうね、じゃあカイマルとミルテには探索行ってもらおうか。あの、すいません、午前中に行って午後には帰るって可能ですか。都は遠い。一度で用が片付くようしっかり備えてから行くとしよう。あー、マジか。帰ってきたら1日経ってましたが一番きついからな。これ午後には取り込みたいから、ごめんセモリン、明日でもいいかな。もう一日待ってもらっていいかな。猫とか好きですか。どうじゃ、気持ちよかろう。猫とか好きです。あ、なんかミルテも忙しいな。ミルテの別行かんざしなくなったです。別行のかんざしとな、また洒落たものを持っておるではないか。ホロモスの信徒になったヤナトビとくれた、とても大事です。しかしそれだけ探しても見つからんのであれば、いっそ新しく作ってみても良いのではないか。今の金太ならかんざしぐらいは作れるじゃろう。まあまあ、別行のかんざしの方もそのうちコロッと出てくるからもしれんぞ。外に持ち出すはずもないし、この峠のどっかにあるに違いなかろう。なるべく良い素材で。
お、ミルテのかんざし、翡翠と竹あるわ。思い出の品やったらな、同じものを作ってあげたら喜ぶってわけでもないやろうしな。それが必要なんやろから、というわけじゃ。こいつでミルテのためにかんざしを作ってもらえんか。女のかんざしなんて、女のかんざしなんかまじまじ見たことねえぞ。そうじゃな、そういうことならわしの貸してやる。よく見て覚えるがよい。はい、もう一回す。何やら顔が赤いぞ。妙なこと考えておらんじゃろうな。待てなさ、あんこたれすぐ作るからさっさと出てけ。気難しいやつじゃの。かんざしからはだいぶ想像力豊かじゃない。できたぞ。二つも作ったのか。わしの分じゃな。お主も気が利くようになったの。のたもんなよ。どっちも見るてのだ。ふもとの良さ消えたとき、かんざしばくれたやつにこいつ渡せば謝りやすくもなるってもんだべ。ありがとう、こやつめ。それなら最初からあっちに渡さんかい。おーおーおお、ちょうで琥珀5000もくれた。ありがてえ。これやな。イネツトムシ、歯をかじり量を下げる蝶の幼虫。カメムシ、穂に吸い付き反転前になりやすくなる。ああ、反転前のゲージ上がってくのはカメムシのせいか。なるほどな。多くの虫は雑草を好みます。日頃から雑草をよく覗いておくことで害虫もまた防ぐことができます。急ぎの時は防虫の肥料を調合し投じてみましょう。雑草、青みどろ、タイヌビエ、コナギ、黒具合、水がやつり。入念な田起こしを行えばその年は雑草が生えにくくなります。また水による雑草は水そのものを抜くと止められるでしょう。土の養分を奪う、病をもたらす、倒伏を誘う、養分を奪う、水が多い田によく生える。水がやつりとかは水抜けば大丈夫ってことか。病、徒長、日照不足で、日照不足などで茎が長細く育ってしまう。この上の3つは見たことないな。なんか運良くなってないんやろうな。養分不足とかはまあ大丈夫やな。多いのは下の方ですね。カビからかかる病、質が著しく下がる。反転米、虫からかかる病、米に焦げたような跡ができて質を大きく下げる。バカ苗病、カビからかかる種もみの病、田植え後に稲が枯れる。なるほどな。ってことは反転米と胃もち病がうちは本当に多いので、虫とカビっていうことはもう両方ともホヒの妙薬でどうにかなるんやな。ホヒの妙薬か。よし、夕方や。朝掛けを終える。脱穀じゃえ。おお、ポチポチとタロです。うちの犬はよろしくお願いします。天箱機とやらを使ってみよう。今年は米が少ないな。その分質がいい米になっているはずなんですが、どうでしょうね。しっかり病気にはかかったからな。何の病気にもかからずめっちゃ健康かつ強い米を作れる日は来るんでしょうか。ホヒの妙薬が重要っぽいな。金太の分際で便利なものを考えおったの。バリバリに乾燥させてしまった。これあんどうなんやろうな。お、今年の脱穀が終わったぞ。楽しみの精米でござりまするな。お主あれを楽しんどったのか。おっしゃる意味がよくわかりませんが、もしはさくら様は楽しんでおられんと。わしは全然楽しくない。全然。そもそも何故に稲作なんてやらねばならんのじゃ。急にどうした。なんで1年目に戻った。わしは楽して腹も膨れたいし強くもなりたいぞ。何をほうけておる。帰ってこい。おお、あまりの驚きに我を忘れてしまい申した。あのように重い絹を上げ下げするだけのことが楽しいとは幸せなやつじゃの。そういうことであれば楽にもみがすれるような手を。お、マジか。金太と足雲を呼んでまいりましょう。なに、当たり目の話だけどな、道具なら何でも作れるってわけじゃねえぞ。なんじゃ口ほどにもないの。わかった。要するに絹と同じような仕掛けができれば良いのだろう。テコを使った仕掛けはどうだ。ほう、なんかガチャガチャコガチャコやるやつ。足雲は器用じゃの。小屋も建てられるし刀も打てるし。我が一族は都の軍勢を追い返すため、砦や罠の作り方を竹リビより教わった。それに比べれば、キネを動かす仕掛けぐらい難しいものではない。なるほど。うん、はい、さくのは素材集めてこい。素材完璧にあるんですけど、金太もおらんよね。
明日でいいですか？すいません。塩さえあれば醤油と味噌が作れるのか。つえな。おーカッパ、今日やるぞ。言うか、あかん、話しかけられん。はい。おお、すげえ、でかい。何やら大事になってしまいましたな。あー踏むんや。よいしょ、踏むだけできねえが。これ楽なんか。俺はあっぱれ。わからん。またじけない。足蜘蛛に手間をかけさせたな。礼を言うぞ。踊ってばかりで踏み壊すなよ。うひょー。楽しそう。踏み薄。なあ、やるか。踏み薄で。本当は夜にやりたかったけど、一日経ってもった。使ってみるか。あ、なるほど。下にするだけでいいんや。上に上げる作業がない。すげえな、これ。いろいろ考えるなあ。あかん。農機持ってないせいやと思うけど、遅い。心を無にしろ。俺は米を尽きし者。今年のお米はいいぞ。十分じゃろ。ええ。溢れる美しき輝き。これぞ白米じゃ。白米以外作ったことないですけど。まあ、ざっとこんなものじゃ。どうですか。ああ、伸びたな。いや、美が伸びないな。美がもうちょっと欲しい。ネバーももうちょっと欲しいな。もう雑草による被害が常に大やねよな。やっぱ草か。草はもう自分で引っこ抜くだけじゃどうしようもないか。多分この斑点米だとか、あと白玉米だとか、この病気系が高すぎるせいよな。この辺が高すぎるせいで、おそらく仕上がりに影響が出てんだよね。あ、貝丸先生に最終派遣行ってもらおうと思ったら、もう、しまった、脱穀してたら夜やんけ。まあ、米はできたし。ほな、ちょっとセモリンごめん。都行くわ。お、見柱の都、心はの部屋。サクナさんが鬼島に旅立ってからというもの。はあ。私の日々は、目まぐるしく変わっていった、カムヒツキ様より大役をいただき、他の神々からも称賛され、これではまるで友と引き換えに名誉を得たようではありませんか。友言うてくれてる。そして今また私はどこかサクナさんの影に怯えてしまっている。はあ。え、何者です。あ、鬼、どうして都の中に。そいつは打撃属性が効くぞ。なんか置いてった。これは米、そしてフミですか。めっちゃ独り言多いな。サクナさんが直を果たし帰ってくれば、きっと私はまた元の日陰者に戻ってしまう。しかしだからといってサクナさんの邪魔を、鬼を使わすような何者かに組みして良いはずがない。あ、どういうこと。なんか鬼ないのに。心はいるか。あ、サクナじゃ、ここを開けてくれ。サクナさん、もう帰ってきたというのですか。もしもし、心はさん。とても顔を合わせられない。どういうことですか、心はさん。もすもす。待ってくれ、心は。聞きたいことがあるんじゃ。おひい様、目立ってはなりません。他の髪を使っては面倒ですじゃ。目立つに決まってるやろ、この髪型。終わんわけにはいかん。待てー。どうしたんじゃ、心は。わしがわからんのか。邪魔をするでないわ。結構ガチで止めに来てない。あ、ちょっと強くなってる。
結構しっかり強い。あれ？いってー、めっちゃ食らった。これこいつらにやられてサクナが死んだら心はどうする気になる。あ、こいつら段差超えられねえな。あー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 、やっちゃったね。あー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 、段差に電光石火打ってるだけで終わるねこれは。で、まあ、こんなんいいんですよ。っていうか結構ガチガチめのメカ送ってくるやん。心はちゃん、結構痛かったよ。お主の親友じゃ。だいぶ血も出たよ。親友？そうだよ。今にして思えば、私はその言葉に苦しんでいたのかもしれません。親友です。よろしくお願いします。あなたが去って、ようやくいただけたお役目。せめて、これだけでも務め上げねば、私は、私を認められません。なんか分からんけど喧嘩売られたってことでいい。じゃあ倒す。痛い。痛い。とても痛い。まあ、でもこいつらなんか反転に時間かかるからよいしょ。お、トライアングルアタック。このかか痛い。一旦回復を挟まないと死ぬ。何にもしてない状態、ダメージも受けてない、攻撃もしてないっていう状態はある程度続けないと。自然回復が起きないのよな。でこれ誰殴ってもいいっぽいな。誰殴ったとしても HP が入っていくから。うおお、このビーム食らうんか。ちょ、回復がしたい。自然回復をお願いします。このトライアングル中は回復に努めて、でここは避けて。どこを見ておれ。お、いて倒した。痛い。オッケー、アドバイスだけ。こいつが、俺こいつのこと一番殴ってると思うんだけど、電光石火にやってもらうと。よろしくお願いします。電光石火役に立つわ、ほんま。心はやれやれ、やっと追いついたわ。とんでもないものを作ってくれたの。あれをとんでもないものを作ってくれたので許す。さくらちゃん偉くない？これじゃな、お主が流しておるという米は。悪流行んな、こんなもん。甘ほほが一つも置いとらんではないか。カムヒツキ様もご就寝なんじゃの。悪っ。どうして何も話してくれんのじゃ。知らぬ間に嫌われておるなど、わしは納得がいかんぞ。あなたはいつもそうして自分のことばかり。あれ、なんでこんな短時間の間にすごい好感度下がってない？心は、お主、好きな時に食べて寝て、書を読み笑って、奔放に生きてきたあなたと違い、私はずっと努力を重ねてきたのです。残念じゃのう、言われてたもんな。そらイラつくわな。なのに認められなかった。なんかごめんな。雨に寄りかかり税を貪る、あなたばかりが目立っていたせいで。そこまで言わなくてよくない？初めていただけた。そこまで言う？え？カムヒツキ様に、ちょっとようやくお認めいただけたのです。もうあなたの影に怯える私でいたくはないのです。後ろめっちゃ燃えてるけど大丈夫？ おい、心は後ろの後ろがどうしたというのですか？私の話を聞いていましたか？あの、いつもあなたはそうやって私を軽んじてばかり。呼吸が。いや、あのな、その話は後でも。仮にも親友と呼んだ者が
こうして涙を流し思いの丈をぶつけているという逆にすごいお前間に合わんあ、間に合わんお、すべての諦めが詰まってたな今何やら香ばしいこれはダブル土下座あるぞあ、ツイン土下座すいませんしゃー桜姫よ鬼島におるはずのその方が勝手に都に戻ったあげさせしゃー一度ならず二度までも我が宣伝をぶっ飛ばすとはもう宣伝ぶっ飛ばすって言いたいだけでしょ何か申し開きはあるかすみませんじゃーあの三毛殿に収められたるは我が天頬に混ぜ物をし中毒性を高めた危うき米にございますカムヒツキ様のお口に入ることがなきようことを急ぎましたゆえに発するほかございませんでしたいわば前の爆発が悪しき爆発とすればこたびの爆発は良き爆発にございますさすがさくらちゃんハキハキしてるその方スラスラとむちゃくちゃなことを申すなもうよいその方の処置は後じゃ心は姫よその方が流した米についての話は誠であるかなんか試してることある言ってたもんな何もかもさくら姫のもうストーリーでございます。あ、心ちゃん私は友を妬むばかりに悪事に手を染めてしまいました。なんやてどうかいかようにもお咎めを。来るか心ちゃんもうちの島。ほー良き心がけじゃ。うちの島いいよ。近頃のその方らの働きには目を見張るものがあっただけに失望も大きいぞ。確かにカムヒツキ様からしたら自宅の食料庫2回も爆破させられて極刑は免れぬと思う。最近頑張ってんなと思った奴らが自宅の飯爆破させる。お心は姫は失えぬからくり兵が二度と作れぬだけでなく派手な騒動の後に養殖にあった上級心を処したとあらば皆に負けを掘り返されること避けられず。カムヒツキ様は割と無能かもしかして。噂が噂を呼び、ひいては他の親族にもカラクリ兵のことがバレて面倒な話になりかねない。あれ？それはまずい。俺が思ってたよりもカムヒツキ様は無能かもしれん。人にしても何も気づかず。宣伝を埋め尽くすほど中毒前に熱を上げておったなどと知れては。最高に恥ずかしい。チーン。ちょっとチーン。確かに主審として御権に関わる。勘弁してよチーン。ああ、心は姫よ。こたびの一連の騒動、本来であれば極刑に処するところではある。すごいブレインがいるんやな。これまでのその方自身の働きと桜姫の友を強く思う気持ちに免じ。特別に許すとしよう。寛大なお言葉。至極強烈至極に存じまする。至り極み。カムヒツキ様も大概いい加減なもんじゃね。サクナはな、な、えらいな。であるからサクナ姫についてもようやったということになるか。ようやっとる。うむ。ではその方についてはこれからはいつでも都に戻って良いこととする。コマ物語終わるけど。鬼島に関する直までを取り消すわけではないが、疲れた時は羽を伸ばしに帰ってくるがよい。よっしゃははは言うたな。あええ布団で寝てる。久しぶりの我が家じゃ。落ち着くの。確かに6年ぶりくらいに帰ってきたから。カムヒツキ様があの調子ならわしはもうほとんど許されたようなもんじゃな。たまに島に行って米を作って帰ってくるだけでも何も言われんのではないか。確かに。そうやってすぐ調子に乗られるのがおひい様の悪い癖ですじゃ。まあまあ、とりあえずは何日か都でゆっくりしよう。何日かっていうのは何日かやよな。それな、この世界とあの島の何日かは違うよな。こっちの世界で何日かやと向こうの世界で春になっちゃうねんけど。あの後も心
頃は口を聞いてくれんかったが、たまには買い物もしたいし、おぼろ月講師の新作も読みたいし。それは読んでくれ。綺麗な衣で身を包みたいぞ。楽しみだよ。あ、びっくりした。寝てんのか。剣のくせにいびきをかいて眠るなど。ガチギレしてんのかと思った。あやつらは今頃何をしておるか。足蜘蛛もいるし、しばらくわしが離れたところで大事はないと思うが、野良仕事も面倒じゃったしの。わしが見ておらんとはどうにもならんからな。なんだかんだ離れられてせいせい気になってるな。はて、出てくる前わしは水路の問いをあげたっけ、下げたっけ。あ、そんな米作ってるとそんなガスの元栓みたいな気になり方すんの。わしがおらぬ間こうしろと田植えもんに何か申しつけたか。果たしてあやつらに家を任せてよいのか。何日も、もし突然の嵐が来たらわし抜きであやつらはどうする。気になって寝られん。使命感えら、さくなちゃん同一人物とは思えん。心はめっちゃおるけど。さくなさん、心は見送りに来てくれるとは思わなんだぞ。すごい近かったけど。やはりちゃんと話さねばの。親友と呼ばれて苦しんでおったと言ったな。すまなんだ。おい、さくなちゃんの成長っぷりがえぐい。6年間でえらい育ってる。ここにいた頃のわしはあまりに幼かった。今ではそれがわかるぞ。特にお主には甘えてばかりで、そのくせ何かと偉そうにしてしまってと、何気ない言葉でそれはたくさん傷つけてきたのであろうな。しかしこれだけは分かってくれ、わしは今でも聡明で美しいお主のことが好きじゃ。6年間で偉い育ってる。胸を打ち明けてくれて嬉しかったぞ。誰やこいつって思ってるやろな。私もさくらさんには憧れていました。いつも自信に満ち、堂々と他者と接することができる私にも、そうした振る舞いが少しでもできていれば、あなたの陰に隠れて見られることもなかったかもしれません。ええー、話やんけ。心は何もかも話せてすっきりしました。私が長い間抱えていた悩みなど、これだけのことで晴れるものだったのですね。ええ話やないかい。米作るもんやな。私を友と呼んでくれますか。米は作るもんやし、宣伝は爆破してもるもんやな。それはもちろんじゃが、お主の方は誠にそれでよいのか。あなたはカムヒツキ様に逆らってまで私を案じ、遠く離れた鬼島から来てくれた。え、あ、まあ、そうか、そうやな。私の話を全て受け止め聞いてくれた。そのことは生涯忘れないでしょう。まあ、ちょっとぐらい喧嘩した方がいいよな、やっぱり。あなたは私の大切な親友です。さくなさん、これからもよろしくお願いいたします。心はちゃん、めちゃめちゃ田んぼ耕す機械作って。ゴディバーみたいになってるやん。よしよし、鼻水をつけないでくださいまし。今後は私が島に遊びに行きますわ。困ったことがあれば頼ってくださいね。片道3日くらいかかるけど。あ、帰ってきた。よし、わずか1日で帰ってきたわ。